Kumine. Sakujitsu no sho wa 16年12月8日に我が国の雄大さを拡大するために我が国の軍隊は南からタイに行った。世界中で持続的で軍事的な緊張の増加も我が国に結局に出していらっしゃいます。しかし恐れにならないで、陛下と我が国の軍隊は親密のもので勝利できます。大東亜紀夫政権は帝国の指導で実施されると頃であります。西洋の発見の引き継ぎをして我々のアジアの土方の文明化もしなければなりません。アジアも帝国も栄えられるように帝国はアジアの中心にならけねばなりません。マラジアの戦況は帝国に最重要である。米国の進撃を妨げられて欧州の混乱なので、今日工場と産業に栄養を与えられるようになった。しかも西洋の植民地をさっさと襲いで植民地化を解消しないといけない。ですから文部科学省は明治の価値観と同期通りに教育的な改革を企画している。女たちと帝国の若い者は新産業調整の直面するために専門した教育を与えられる。さらに、義勇参主義者は大学から削除されたのは帝国の将来に有益である。今日、若い者は西洋の輸出したけなしそうな死には育っている。最後に、大学の構成の深い改造おかげで若い者の時間の節約になれた。